九千部山は佐賀県鳥栖市と福岡県中川市にまたがる山である。山頂は鳥栖川にあり標高は847.5メートル。セフリ山系。山頂にはベザイ店の石の祠が鎮座する。山頂からは北に、博多湾、南に、畜紫平野と有明海を望む。伊東常田里町。 多宰管内氏によれば、非前国風土器の草横山は九千部山を指すという。また、三名の起こりを伝える民話がある。昔、天略五年頃、高信社門という若い僧侶が台風と病気に苦しむ、村人のため山頂で、北っ行を四十九日間で一万部読み踊りする、決心で山にこもったが、あと七日目という夜に白蛇に遭遇。 その後美しい女の幻に誘惑され負けてしまう。漫画の50日目に僧侶を探しに来た村人は、谷の岩陰で無クとなった僧侶を発見する。こうして、読み踊りが9000分に止まったため、これが3名となったという。なお、村人が山中の谷で僧侶を見つけ葬ったとされる場所の近くには、京塚と九洋が所在する。道路は講述する。 放送用等の無線局維持のために入山する自動車のためのものが舗送されているだけで、あとは舗送されていない。福岡県側のふもとには、福岡市民の水亀、中川水系の南畑ダムがある。なお、放送送信書の詳細については、久ルメ、トステレビ FM 放送所を参照。久ルメ氏から、ありがとうございます。